私、静岡市建設局道路部道路保全課の新城と申します私からは沈み地位の取り組みとイベント合意と道路規制データ等の整備という話をちょっとさせていただきたいと思いますよろしくお願いしますでそもそもあれなんで道路の部署の自治体の行政の職員が話をするのという話はあるのかと思うんですが私、道路の部署でですね、オープンデータの事業を取り組んでいます こんなことをやっているんだなということでですね。実はあのデータを持っている行政のデータを持っているというのは ICT の部門なんでしょうか、それともそれ以外なんでしょうかということでデータを持っているのは事業を行っている事業化が圧倒的に持っていると思っています。そこでですね静岡市はこのデータオープンデータにする指針を ICT の部門で立ててですね、まあドーは解決まあ課題解決としてデータ提供が有効だと考えてですねこの事業を始めています。事業概要ここに書いてありますけれどもウェブサイトやウェブアプリで情報拡散を目的 的に沈み地インフォというシステムより API にて 道路情報をリアルタイムに位置情報付きでオープンデータ提供するこんな事業をやっています。それだから今日私、ここで話をさせていただくということでよろしくお願いします。そもそもこの沈み地インって何という話になるかと思うんですが、沈み地イン実は静岡市内非常に雨の多い地域でして、1年間で3カ月3000ミリを超えるような雨量を観測しまして、雨,の道路雨によるです、ね、道路災害というのは非常に多いです。そのためです、ね、よく通行止めが発生するんですが、 そこでですね道路の規制情報や道路の災害情報を扱うためのクラウド型の GIS として開発したのがこの沈みインフォというものになりますで、この扱っている規制情報や災害情報はこちら公開サイト書いてありますがこのような形でですね公開サイトで一般提供をしていますこれちょっとイメージ湧かないですよね次の画面用意させていただきましたということでこれ実際の災害情報の収集 え、状況、例なんですけれども、こちら平成26年の台風18号の例になりますね。赤い点が被災があった場所、まあこちらがですね、その時の規制情報になります。それからこれ、昨年の台風21号ですね、まあ孤立した集落、こういうふうな形で復旧していますよというのがですね、こういったのが一般公開をしています。あ、こういう状況になっているんだなというのが分かるような形になっているんですが、ただですね、これ公開をしていてもですね、問題があるということで、 公開サイトでの情報提供の課題、まあ、これは行政のサイトの話なんですけれども、公開サイトは閲覧者にしか情報伝達ができない点、これが欠点としてあります。しかし、所詮は行政のサイト、見に来る人は限定的です。 本来ならば道路情報、そう、笑い声が今、起こりましたけれども、本来ならば道路情報、運転する人に情報をダイレクトに届けるのが理想的です、そこでですね、私たち、こんなことを考えましたということで、行政の立場として、ですね、公開サイトを見てもらうんではなくて、データ提供でウェブサイトやウェブアプリに行って情報拡散をすればいいのではないか、その解決策がリアルタイムにオープンデータ提供すればいいのでいこういった情報がカーナビなどで利用できれば、運転者、便利になりますよね。 そうこれからはウェブサイトやウェブアプリを考えて API によるオープンデータ提供が理想だと、まあ、行政の立場で考えたんですが、まあ、私もそもそもそうなんですが静岡市自治体の職員で,です、ね、技術もなければ知識もなければノウハウも全くありませんそもそも API って何という話になってきますそこで,です、ね、私どもは企業と自治体との共同実験を課すのにこれをまあ解決していこうということを考えました。まあ、静岡市とと、えー、タ IT 開発センターと まあ自治体の道路情報と車情報を組み合わせて新しいサービスを創出するための実験を行いましたその結果、出てきたのが今回話をさせていただいているまあ道路情報のオープンデータ提供をする API REST の API ですねリアルタイムに提供していく API になります。 まあ、登録データは職員がです、ね、これデータをわざわざ作るというのは大変です、先ほどからもあったと思いますけれどもミ、えー、チインフォという普段から使っているサイトにそのまま登録すればです、ね、そのまま自動的にリアルタイムに API からデータ提供されていくというような形になっていますもし叩いていただける方がいらっしゃいましたらこちらのウイキサイトを1回叩いていただければなと思います。 でオープンデータを使った共同実験の成果例というのも生まれてまして、えー、トヨタの T コネクトスマホナビ上でこの実際の道路の情報をもとにしてリアルタイムにルート探索するアプリの試作開発もできています、まあ、実際、災害が起こった時にです、ね、どうやってルート探索するのかというのもです、ね、やっておるんですがその動画もちょっと用意をさせていただいたんですが時間の関係上これちょっとスキップさせてください、えー、とまた、あのー、後ほど時間があれば話をさせていただければなと思っています で提供するデータってどんな,なんでしょうということでもともとオープンデータですので CC 倍4.0ということで自由に利用可能なデータとして提供させていただいています。提供中のデータ 最初冒頭話をさせていただきました、私、道路の部署の職員ですですので静岡市の道路の情報を提供しています、まあ、リアルタイムのデータとしては災害情報であったり市の道路規制の情報、まあ、政令市ですので実は国権道も扱ってますし普通の市道も扱っています、それからアンダーバスの開水水位といったデータも、えー、提供しています、さらには、えー、道路台帳のデータなども提供しているということですね。これれはあの性的ななデータになりますけれども えー、アンダーパスの冠水水位、えー、ちょっと話をさせていただきますが、IoT のデータとオープンデータ提供ということで、冠水の危険がある鉄道や幹線道路をくぐるアンダーパスの水位をリアルタイムにオープンデータ提供しています、これ、昨年の6月にです、ね、6カ所、アンダーパス、冠水、同時冠水したんですが、これ、1時間にです、ね、1 m 5 0ンチ冠水している状況になっています、こういった IoT のデータを、まあ、API からオープンデータで提供する、こういったものはです、ね、非常に相性がいいかなと思って事業化をしております。 これ戻っちゃいました、はい、ただ、行政データなんですけれども、せっかく構築をしたウェブ API なんですが、リアルタイムのオープンデータ提供なんですが、道路情報だけではもったいない、多くの行政データをリアルタイムにデータ提供できる API 環境にするというのが理想的だなと思っています、そこでこんなことをやっていますということで、大型イベントのオープンデータ提供ということで、 花火大会、数十万人集まるような花火大会をちょっとイメージしていただければと思うんですが従来の情報提供というのは例えば専用サイトであったりパンフレットであったり例えば雨が花火大会のときにあった急に開催が中止になりますとか10円になるのかなそれとも一部開催になるのかなこんなこと想像できないでしょうか。 専用サイトでは集中、サイトが集中してパンクしてしまうかもしれませんし、パンフレットでは内容がわかりません。どっから最新情報を取ればいいのだろうということで、今こんな取り組みをしていますということで、静岡市の大型イベントの情報を API 提供するということで、この取り組み、すいません、この指とおまれをさせていただければなと思っています。 えー、こんなことを考えています。API によるオープンデータ提供事業ということで、大型イベントのイメージは、市を挙げて実施するような大きなイベントを考えています。例えば、1イベントに数十万人を動員するイベントや、それから道路通行規制を伴うようなマラソン大会などのイベント。提供を考えているデータというのは、ジオデータですね。地理空間情報のデータを考えています。大型イベントの基本情報をもとにして、影響を及ぼしそうなエリアなどのポリゴンであったり、マラソンコースのラインであったり、臨時バス停発着場のポイントデータであったり、さらから、 さらにこういったイベントの場合には必ず通行規制データが伴うということで目指すは大型イベントのパンフレットのようなデータ提供ができればなと思っていますこんなイメージになりますね基本情報に紐づいてこういったデータがパック化して提供できればなと思っておりますさらにリアルタイムの開催状況ということで先ほどあの花火大会の話をさせていただきましたが API からですね例えば 花火大会の前日もう雨が降りそうだ。これ、開催どうなるのかなって考えたときにですね、大体イベントの開催の、開催のですね、当日の何時に、えー、開催決定をしますと予告を打ちます。こういった予告の、えー、情報をまずは API で提供して、さらに当日イベントの開催が決定したら、通常通り開催しますか、中止になるのか、順延になるのか、一部変更になるのか、こういったのをですね、えー、提供していければなということで、7月を目標にして今頑張っております。 ただ、オープンデータの課題というのもあります、これ、先ほどからずっと話出ているかと思うんですが、データを提供する自治体の立場からするとです、ね、多くのサービスに利用されなければ、データ提供だけの業務では絶対、自治体は取り組みというのは進んでいかないと思っています。ささらににデデーーータタがサービス広く活用されるためにはは自自治体独自のデータ提供では 自治体、持続しだけがやってるの、この標準化されていないデータでは活用が広がらないということで、新しいサービスにつながるためには、官民連携ができればなと思っております。つまりはいいデータであっても、自治体独自のデータ提供では、企業はサービスに利用できない。 今ならできるこの大型イベント共通語彙対応ということでまだ始まったばっかしですデータがないところなので今からこれ対応できるんではないかということで,で、ね、IPA さんと国立情報学研究所さんとです、ね、こんなようなことをやっています大型イベント IMI ということで,です、ね、大型イベントをもとに IMI のジオジェイソン今ジオジェイソンサポートされてないと思うんですがこれの検討ができればということでこちら側が、えー、私どもが静岡市が作っているジェイソンデータになりますしこちら側が今検討されている、まあ、基本情報のところの このですね。imi の大型イベント案ということで、ちょっとわかりにくいのでちょっと色分けさせていただきました。この基本情報をまあ一応声声で適用していくというようなイメージで今作っております。これ、dmd のモデルはすいません。イメージです。あの、<laughs> 本当に作ってあるわけではありません。こんなような形で言っています。 さらにジオジェイソンの IMI のマッピングを対応していこうということでもうデータがない事例がない大型イベントを例にして誰もが利用できるデータモデルにするこれが標準化の一本ではないかなと思っていますデータを提供すればその自治体の仕事は終わりこういったところから収支を打てればなというのが我々の考え方になってきます時間ちょっとオーバーしても大丈夫でしょうか、はい ちょっとすいません。さらにはですね、えー、企業や利用者はデータ種別、データセットが同じなのに、それぞれの自治体からデータ取得、1700の自治体から果たして取るのでしょうかということで、これ大変ですよね。いろいろ多分やり方はあるかと思うんですが、こんな考え方もないですかということで、今こんなことを考えていますということで、自治体共同の API のプラットフォームみたいなのができればなと思っています。同一データを自治体の垣根を取り払って提供できればということで、API からオープンデータ提供して、まあ、共同できるような 共同で運用するような研究や実験からまず始められればなということでこちらもですねもし一緒にやっていただける方々はいらっしゃればなと思っておりますまずは大型イベント私どもやってるんですがこんなような例からですねやっていただけないかなと思ってます最後にということでデータイズニューオイル、まあ、先ほどからも話ありますけれどもデータを補正すればそれは行政も同じだと思います生活環境を一般するその 可能性を秘めていると思ってますそして行政はデータ提供によって行政が新たなサービスを立ち上げるのではなくて行政は新サービスを創出するためのデータ提供するこのニーズがあるのではないかなと思っていますすいません時間オーバーしてしまいましたがご清聴ありがとうございましたはい、新庄さんもありがとうございましたはい、新庄さん前のご質問ご意見といかがでしょうか一緒にやりたい <laughs> はい一緒にやりたいはいはい、はい、あい、はいはい、あ,あのあ 平本さんからも手が上がりました、はい、のであの、お財布はよろしくお願いします。<laughs> REST じゃなくて、スパークルがいいと思いますなので、新たに REST で API のプラットフォームを今から作るのはどうかなと思ってまして、共通語域版乗ってれば、その RDF、スパークルで弾けるので、あとはスパークルの方のパフォーマンスの問題であれば、そっちを上げる方に研究した方が有益かなと思ってますが、いかがでしょう。 あのその大型イベントを<も>ぜひ使いたいなと思っているところですそこが、ですねあの実はあのうちの方が大型イベントをすでにレストで出すようにですね構築をしていまして、まあ、この辺があがいろいろなやり方があるのかなというその議論の話になってくるかなと思うので、ぜひこの場でもあの議論させていただいてどんなやり方がいいのかなというのを話をさせていただければと思います。ぜひもよろししくお願いいまますすす、はい、<laughs> ありがとうございます大丈夫ですかごめん よろしいですか。はい。あのー、ちょっと今日はいらっしゃらないのかなでのですけれども、あのー、IMI 検討部会としてもあのご一緒にやらせていただこうということでちょっとあの一緒にあの協、ー、議を進めているところでございます。はい。えっ、ー、とー他大丈夫でしょうか。はい。えっ、ー、とでは新庄さんもありがとうございました。